今日の私は上機嫌ですよ。まあわかるでしょう。もうカメラがちょっと傾いてるかな。うん、あーし、OK。 ツイッターのトレンドにもありますけども、キス認証なんてものがあるんですね。どういうことかと言いますと、カムソーダっていう海外のアダルトチャットサービスが始めたこの生体認証、ディックオメトリクスっていう子の写真を撮って、ここでなんかログインできるみたいな。みんな男なら一回はあの指紋認証のやつとかさ、つけてやったことあるでしょ。今更なんでこんなみんな騒いでんのかね。女の子が、え、何それもうとか言って騒ぐんだったらまだわかるけど、男がすげえ騒いでんのよ、ツイッター見たら。え、お前ら逆にやってこなかったのって思って。議員さんもね、すげえこう言ってんですよ、ツイッターで。議員さんやっといて、認証やったことないのって。指紋のやつで一回押し付けてさ、やるじゃん、できるかどうかなんて。まあ晒し上げることはしたくないですけども、漫画家、その人が大量のデータが流出するじゃないかって書いてあるけど、いや漫画家やっといて認証したことないのっていう話だし、こっちからしたらね。しかもこの人なんか流出するじゃないかって言ってるけど、待て、甘いぞと。僕調べました。カムソーダのサーバーに保存された画像が流出してしまう可能性が危惧されるが、カムソーダによると、その画像はハッシュ化され、まあ、暗号化され、画像形式で保存されることは決してないそうです。そもそもユーザーの機密情報を安全に保護するために、ディック・オメトゥクリスが導入されたのであり、その機密性が損なわれることがないようセキュリティを徹底しているということですよ。当たり前じゃないですか。いただいてるわけなんですから、そんなバカみたいなことするわけないじゃないですか。ということで今回私はですね、カムソーダで実際にその認証ってのをしてみたいなと。ここがね、カムソーダ、もう多分全モザイクで何がなんだかわかんないと思いますけど、アダルトなこうライブチャットすごいですね。もうなんかこう日本人とはやっぱ違って、なんか迫力がすごいですよね。なんかこうスタイルといい、一個一個のものといい、なんかもう迫力がやっぱ違いますね。初めてコストコ来た時のような衝撃を今味わってますね。やっぱ海外ってすげえなっていう、何でもでけえなっていう、コストコに来た気分ですね、本当に。うん。ユーザーネームと E メールアドレスとパスワードをまず打つのか。まずユーザーネームか。ユーザーネームはね、俺日本を背負ってるんで、サムライソードフロム港区。俺は港区に住んでる侍なんだっていうことをね、ユーザーネームでバシッとね、海外の人を見せつけてやってます。サムライソードフロム港区。友達から何してるって来た。ディックなんとかっていうところに行きたいんだよ。どうやってやるんだろう。セッティングプライバシーか。これか。あ、アバター変えられんじゃん。写真撮ろう。お、いいじゃん。二昔前ぐらいの出会い系サイトの女の子のアイコンっぽいよね。裏ピース。いいじゃん。ん、何これ。これもまた登録しなきゃいけないの。え、何これ。フィメールと8日。はい。なんて書いてあるの。 Enter your interiors as a from digital サインチャー。リアリーって書いてあった。うん。うん、これでいいか。なに免許証。あ、これ違うわ。俺が、エッチな配信しなきゃいけないことになっちゃうわ。モデルってそういうことで、あぶねえ、マジで。俺、ここのサイトのモデルになるとこだった。サムライソード、フロム港区が。ディックの認証、どこ？あー、ツイッターが出てきた。これでいいか。うん。これツイートすればいいか。よしよし。ちょっと今回はね、やり方がちょっとわかんなかったので、カムソーダの公式のツイッターに、やり方教えてくださいって言ったんで、もしかしたら返事が返ってくるかもしれないので、それ通りに今度はやってみたいと思います。サムライソードフロム港区は絶対に諦めません。銀行とかね、みずほ銀行さんとかも次やってくんないですかね。でしょうね。うん。チャンネル登録よろしく。